6月27日、NBA でプレーする八村塁選手が8月に日本などで開催されるワールドカップに欠場することが JBA 日本バスケットボール協会から発表されると、 SNS 上では悲しみの声にも増して、彼の決断を尊重したいとの声が続々と寄せられています。富山県出身の八村選手は人気実力ともに世界最高のリーグである NBA のレイカーズの中心選手として、昨シーズンチームのプレーオフ進出に大きく貢献するだけでなく、その第一線でベンチ出場ながら29得点を挙げる大活躍によりチームを勝利に導いていました。19日には JBA からワールドカップに向けた第一次男子日本代表候補選手が発表されており、そこには八村選手の名前も挙げられ、ファンの方々からは期待の声も寄せられていました。しかしこの日 JBA から八村塁選手欠場のお知らせとの大会欠場が正式に発表。この中で八村選手は、この度は今年のワールドカップを欠場する決断をさせていただきました。楽しみにしていてくれていたファンの皆様にはこのようなご報告になってしまい申し訳ありませんとして、ファンの方々に対する気持ちを語った上で続けて、とても難しい判断でしたが、昨シーズンと長いプレーオフ戦を終え、これから初めてのフリーエージェンシーに備えて今後の自分の NBA キャリアを優先し考慮させていただき、このように判断いたしましたとして、来シーズンに向けトレーニングに励むことを明らかにしてくれていました。これに対し男子日本代表チームのトム・ホーバスヘッドコーチは、一緒に戦えないことは非常に残念とした上で、八村選手が NBA で活躍し続け、そして来年のパリオリンピックでは一緒に戦えることを心より願っていますと優しい言葉を送ってくれていました。 JBA も競技を続けてまいりましたが、 NBA における来季の契約、またコンディショニング等の課題を総合的に勘案した上で本人の意向を受け入れ、今夏の日本代表活動への招集を見送ることといたしましたと、八村選手の決断を尊重するコメントを発表しています。これに対し素早い反応を示した同じく NBA でプレーする渡辺裕太選手は、先に言っとくけど俺は出る、でも出ない判断をしたルイの気持ちもめちゃくちゃわかると大事な FA を控える気持ちへの理解と八村選手へのリスペクトを語ってくれていました。この一連の発表にファンの方々からは、苦渋の決断だったろうし、八村くんの決断を尊重します、ファンとしては八村さんが NBA でいろいろ成し遂げてくれた方が嬉しいなどといった声が続々と寄せられており、大多数が八村選手の決断を尊重しているようでした。なお日本、沖縄、フィリピン、インドネシアの3カ国共催で開かれるバスケットボールワールドカップ2023は8月25日からとなっており、6月26日からは強化合宿が始まっています。詳細をご覧になりたい方は説明欄の URL からどうぞ。苦渋の決断だったろうし、八村くんの決断を尊重します。出ないのか、でも大事な時期だから仕方ないのか、また八村選手のプレーを見れると思ってた。八村、ワールドカップでないのか、期待していただけにめちゃくちゃショック。出て欲しかったけど、契約も切れてバスケ人生で一番大事な時期だもんな。間
違いなく彼は日本史上類を見ない最強の選手なので、今回のワールドカップで代表としてプレーするところを見たかったな。ファンとしては八村さんが NBA でいろいろ成し遂げてくれた方が嬉しい。戦力的には中心選手だったから大幅ダウンになるけれども、他選手が底上げしてくれると信じてる。 FA の大事な時期だし、無理せず来季の準備をしてほしい。それに八村以外にファーストオプションになれる選手を探すいい機会だよ。八村も渡辺もかっけえよ。自分なりの意思表示ができて、去年なら状況が違ってたから仕方ないけど、今年はそうだよね。渡辺くんもリスペクトしてるし、渡辺選手のおっしゃる通りで、出る渡辺選手の決断も出ない八村選手の決断も誰からも尊重されるべきだよ。選ばれたメンバーで全力を尽くして予選リーグ突破してほしい。八村くんがロードマネージメントのために欠場できるほど NBA で重要な選手になってることが嬉しい。スポンサーとか大人の事情なんか知ったこっちゃないけど、同じ日本人として八村が自分の夢を優先したいって言ってんだから応援したい。八村くんをワールドカップで見れないのは残念だけど、NBA での今後ますますのご活躍に期待です。八村選手の欠場を批判するコメがほとんどない。むしろ八村欠場にとやかく言う人いるけど、の書き出しから始まるコメが大半だね。残念ですがタイミング的に仕方ない。オリンピックへの切符をつかみ取って、オリンピックで日本代表八村塁が見れるのを期待します。